スピノザとの最後の通信はノード付近の駐車場から。アイザックが場所を知ってる。敵の無線を傍受。攻撃を受けてる。東の入り口だ。殺せ。何をちんたらやっている。ディビジョンだぞ。それがどうした。いいからやれ。駐車場への道を見つけてエスピノザの痕跡を探して。彼はよく場所を荒らすの。
心配いらない、私がいる。最後にいた場所付近、濃度が近いわよ。生け捕りにしたエージェントとぶっ殺したエージェント、どっちが高値だと思う？トッタルのお友達まで呼び寄せるわけだろう。そいつの命が助かると分かれば奴らは譲歩する。そうなれば言いなりだ。ああ、そうだな。頼んなら何でもやってくれるだろう。付近に SHDB 交番。多分それが濃度よ。アイザックが誘導するわ。エージェントの視覚情報を認証。
ノードを再起動できるターミナルがあるはず。サブシステムが操作可能。それがアイザック修復の最後のステップよ。だけどお祝いにはまだ早い。行方不明のエージェントも見つけないと。中を探し続けて。敵の無線を傍受。よう、ビビジョンか。誰か探してるのか。誰？どうやってこのチャンネルに？お前の友達がかっこいい時計をくれた。ここにいる。放つか？取引する？お前たちが引き返せばこいつを無傷で返す。無傷はないか。奴らもバカじゃない。殺さないわ。早く懲らしめてやって。エージェントが応援を要請中。
ここは俺の町だ。敵の無線を傍受。ようお前ら、取引してやってもいいが決断は急ぐんだな。こいつがどれくらい持つかわからない。わざと煽ってきてる。とにかく集中して。最悪なのはテレビがないことだ。Thank you.
マジうんざりだ。
ージェントのバイタルサインゼロ。こんなところで死ぬなんて。
できることは何もなかった。あのハイエナ女が私たちをもてあそんだの。息の根を止めてやる前にせいぜい苦しめばいい。とにかく SHD ネットワークを回復させるための重要な一歩を踏み出せた。よくやったわ。後でね。アイザックは元に戻ったようね。ホワイトハウスに戻って会いに来て。あなたとマニーに知らせたいことがあるの。
あ行きましょう。連携が取れてたからな。当然だ。政府エリアに入りました。エージェントが応援を要請中。エージェント、お前のおかげで作戦基地に重要なアップグレードを行えた。町の監視カメラを復旧させ、状況分析室の DC のマップを更新した。食堂にはまともな飯と調理器具も用意した。温かい食事とリラックスできる場所のおかげでスタッフの士気も上がってるよ。食料、水、医療品が大量に届いてる。その一部をここに備蓄してるんだ。残りは市民に配給される。こんな状況で何でもあるなんて信じられないよ。ホワイトハウスが復旧した。引き続き頼むぞ。いいものが揃ってるぞ、エージェント。もっとおもちゃがなかったらマップは完成できなくなるんだぞ。分かったから、マニー。たく、新人がアイザックを起こしてる間ドアを蹴破って様子を見てきた。何か分かったか？脳の尻言葉とか。有益なことは？薬の送り先が分かったわ。キャピトルか？あの防衛は突破不可能だ。今はね。衛星ネットワークに再接続できれば、それにメインの SHD ノードをオンラインにできればやれるはず。その一方でエリス大統領の情報が入った。墜落から生き延び勢力に囚われてる。助けよう。バカげてる。また大規模なアウトブレイクが発生するかもしれないのに、必要なのは政治家より薬を。薬は厳重に警備されてる。彼の力が必要だ。分かった。何ができる？それ褒めてんの？けなしてんの？どこから？教会に隠してる奴らがいたんだ。それも大…飛ばせば入れるかもしれない。エージェントブルックス、その熱…司令部、歴史博物館のブリックスだ。ああ、ブリックス。ハイエナの大物を捕まえ…どこから？教会に隠してる奴らがいたんだ。それも大量にな。どうやって見つけた？こんなに…教会に隠してる奴らがいたんだ。それも大量にな。どうやって見つけた？ハイエナが SHD テックキャッシュを手に入れた。市民や敵勢力から奪ったものを保管するホテルにそいつを持ってった。取り戻してホワイトハウスに届けろ。
君のいる場所に資源を見つけたんだな。回収チームを送る。ああ、君も。2分以内にもう一度チェックです。よく来てくれた。またよろしく。エージェント。お買い得品が揃ってるぞ。見逃さないでくれ。無駄にしてないといいけど。休養と回復の重要性を軽視しないでください。現場に出ていて休養が必要な場合は上官に相談するようにしましょう。やることがあるのはいいことだ。
じゃダメだ。